外ってこんなに厳しいんだろうな。なんかさ、世の中すっごく牛に厳しいよな。なんなんだろうあれ。絶対僕悪くないと思うんだけどな。変な病気流行っちゃってさ。まあいるんだよな、ああいうの。なんかさ、もともと最初はさ、人間がこれ食えこれ食えみたいにさ、出してきたものを食ってたらちょっとなんかなってきちゃったみたいな、あれおかしくなってきちゃったみたいなことでしょ。なのになんかさ、牛が悪い牛が悪いみたいなさ、牛のせいで牛丼食えないみたいなわけわかんない話になってるしさ、なんなんだよもう。僕こんな現実もう嫌だよ。ゲームの世界とかに本当に逃げたいな。ああ、そんな都合のいい話ないもんかな本当。ああやだやだ、現実つらいつらい。あ、なんだこのチラシすごい。バーチャルリアリティゲームセンター、あなたもゲームの世界へ旅立ってみませんか。これぞドンピシャじゃん。これすごいよ。これ本当にゲームの世界に行けるんだとしたら最高だよ。もうこんな現実もう痛くないからな。ここちょっと行ってみよう、近いみたいだし。よし見に行こう。よしよしよし、こっちかな。あ、ここだここだ、あったあった、バーチャルリアリティゲームセンター。カエル、最後のカエルって部分にちょっとした不安を覚えるな。まあいいか、大丈夫だろ、入ってみよう。ウィーン、すいませんすいません、いらっしゃいませ。ここって本当にゲームの世界へ連れてってもらえるんですか。そうなんですよ。いやー、うちにある機械を使えばね、なんと肉体だけをこの世界に残して精神をゲームの世界へ飛ばすことができるんですね。すごい大掛かりじゃないですか。原理はよく分かってないんですけどね。それまずいでしょう。原理分かんないでやったらまずいでしょう。いやー、ただね、数々の実験を繰り返してきてますから。もうね、いっぱいやりましたよ。最初はアリンコから、今現在はなんとハサミムシまで。まだ虫で止まってますよね。哺乳類は初です。あー、もうやだ、怖い怖い、ちょっと怖いわそれ。大丈夫、任せてください、大丈夫ですから、安心してください。ゲームの世界へ行きたくないんですか。現実が辛いんでしょ。そうですね、まあ確かに。ちょっとおー寒とか言っただけで、ああいつみたいになるんでしょ。ちょっとしたこのみたいなので、あいつもしかしてみたいな感じになっちゃうんでしょ。正直ですよね。本当にそんなあなたにね、とってもいいゲームがあるの。これなんですけどね、これじゃん、 BSE 金削除ゲーム。ゲームの中でまで戦いたくないんですけど、これは現実では絶対にかなわない BSE 金をボコボコできるんですよ。ただちょっと攻撃を食らうともうだんだんこうなって、ああやだ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 、それ見たくない、そういうのもう見たくない、もうそんなんきついんですよ。だから現実でそれだからやだやだ、ゲームの世界でもそんななりたくないですよ。ああそうですか、じゃあどんなのがいいですかね。僕よく家でゲームとかやるんですけど、ロールプレイングゲームとかがいいですね。僕が勇者で敵とかをさ、いっぱいやっつけていって、でレベルとか上げて、最後には魔王を倒してお姫様を救い出して世界を平和に導くっていう、そういうのないですかね。あー、敵を倒す BSE 金ではなくBSE 金以外の敵がいいですね。あーそうですか。いやでもね、そういうのありますよ。これパペマペクエスト、おーなんか面白そうじゃないですか。これいいでしょう。これはねすごくいいです。もうまさに今あなたが言ってたようなの、そのまんま。本当ですか。いやそんなのにすごい憧れてたんですよ。あーじゃあさ、もうこのゲームいっちゃいましょうね。決まり決まり、じゃあもういっちゃいましょう。よいしょ、ガチン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 、ギリ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 ガチン。すげえいろんなもんつけられたんですけど、まあしょうがないですよね、ちょっと大掛かりな機械なんで。まあこれで安心ですよ、もううちの機械に間違いはないですから。それじゃあゲームの世界へ行ってらっしゃいませ。スイッチオン。
今お前間違えただろう。すげえビリビリしたよ今。あービリビリしました。あのね、いや間違えたっていうか、僕がねビリビリするボタンを押しちゃったんですよ。どんな間違い方それ、なんでそんなボタンついてんの、ちょっとやめてくださいよ。あーごめんなさいごめんなさい、もう大丈夫ですから、もう大丈夫ですからね。じゃあもういきますよ、これガチン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 ガリ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 ガチガチガチンガチ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 ビビビビ。なんか増えましたよね。まあ多少増えました、ちょっとさっき少なかったんでね。もうこれでバッチリ大丈夫ね。本当かな、大丈夫ですよ。じゃあいきますよ、じゃあゲームの世界へ行ってらっしゃいませ、スイッチオン。街にいる、すごいよこれ、本当にゲームの世界だよ。ゲームの家とかいっぱいある。うわすげえすげえ、あの機械本物だったんだ。うわやったってことは何、この世界では僕は勇者で魔王を倒して世界に平和をもたらすの。最高だよ、もうこんなのやりたかったんだ。あーすげえ最高だな。あれそういえば大した説明もなくここ来ちゃったけど、どうやったら元に戻れるんだろう。あれやばい、元に戻り方聞いてないぞ、やばいやばい。ええどうしたらいいんだろうこれ、なんか説明書みたいななんかないのかな。あーなんか看板みたいなのあるわ。あーこれルール書きみたいだな、よかったよかったよかった。現実の世界に戻る方法、魔王を倒す。気軽に帰れないの、最後までやんなきゃダメってこと。ちょっと待ってよ、超時間かかんじゃん、マジかよ、すっげー根気いるよそんなの。それしかないの、わわそれしかないわ。あーもう一個ルール書きがある、なんだろうこれ。ゲームの世界で死ぬと現実でも死にます。重いよこのルール、重いよ。ちょっと待って、ゲームの中で死んだら現実でも死ぬ、ほんで何、魔王を倒さなきゃ元に帰れないの。絶対死ぬじゃん、絶対ダメじゃんこんなの。マジできついよ、そんなきついよ。どうしたらいいんだ俺、もうやるしかないってこと。マジでどうしよう、とりあえずもう僕何やっていいかも分かんないもんな。なんか話とか聞ける人いないもんかな、あれ町の人かな、ちょっと話聞いてみよう。すいません、ここはパペの村です。ああそうですか、で僕勇者なんですけど、これからどうしたらいいか分かんないんですよ。ここはパペの村です。はいはい、でですよ、これどうしたらいいか教えてもらってもいいですかね。ここはパペの村です。それしか言わねえんだ、まあ、確かにゲームってそうだけどさ、実際横にいると超ムカつくよ、違うこと喋れよ。なんだよそれ、ちょっと待ってよ、じゃあいっぱいいろんな人に聞いた方がいいのかな、ちょっと他に。ああいたいた、じゃあ話聞いてみよう。すいません、いい天気ですね。ちょっと聞きたいことあるんですけど、いい天気ですね。最低最悪だこいつ、もう喋ってることに何の意味もないもん。なんでいい天気ですねって何回も言ってんだよ、いいよそんなの。もう、まあ、ゲームだと確かにああいうのいるけどさ、たまになんかそんなこと言われても今僕すごい切実なんだよな、情報欲しくて。どっかなんかいないかな、あーいたいた、ちょっとあっち聞いてみよう。すいません、おっす、おら、悟空、嘘だもん。
それ嘘だもん。だって悟空じゃないもん、絶対これ悟空じゃないもん。なんだよオスオラ悟空って、何このゲーム、わけわかんないんだけど。ちょっと他なんかいないのね。あーいたいたいた、あのすいません、オスオラ悟空、これさっきのやつだ、さっきのやつもう一回喋りかけちゃった。っていうかさ、なんでグラフィック変えるしかないんだよ、街の人全部変えるじゃん。なんだこのゲームは、何メガバイトだ。おいちょっとカエルのグラフィック使い回しすぎだよ。えちょっと待って、どうしたらいいの、もう情報も何もないし。あ、なんかすぐ近くに お城が見えるな。あそこ行ったら王様とかいるのかもしれないな。ちょっとお城行ってみるか、お城行ってみよう。よし、すごいすごいすごい、ちゃんとしたお城じゃん。いいね、しっかりしてるねお城。王様も買えるか、いよいよ持って買えるだらけだなおい。あの王様、僕勇者牛です、こんにちは。おお、よくぞ来た勇者牛よ。今世界は魔王の力により暗黒に包まれておる。魔王を倒し我が姫君を助け出し、世界に平和をもたらしてくれ。あーすごいゲームっぽいな。ん？ゲームって何を言っておる？あれ？な、王様普通に喋れるんですか？当たり前じゃないか、普通に誰でも喋るわい。おい、あいつら何だったんだ？何回も同じこと言ってたぞあいつら。あーそうなんだ、よかった、とりあえず話はできるんだ。うん、牛よ、お前に選別を渡そう。このお金でいろいろ買うがいい。それ選別って言うんでしたっけ、そういうの。選別？お前にこの、なんて言うんだ、お前にお金をあげよう。お、親戚のおじちゃんみてえだ。ありがとう王様。あ、やったお金だ。何何、あ、100って書いてある。100家畜、我が国の通貨じゃ。何、この国通貨が1家畜2家畜なの？嫌な国。ちなみに1家畜は日本円で2銭じゃ。超安いじゃないですか。じゃあこれ100家畜って、2円、2円じゃ何にも買えないでしょう。ちょっとね、もうちょっとなんかくださいよ王様。いや、くださいって頼んだぞ勇者牛よ。いや王様、お願いしますよ王様、頼んだぞ勇者牛よ。いやちょっと何、都合の悪いところだけゲームキャラやろうとしてるんですか。さっきまで普通に喋ってたでしょうが。王様くださいよ、頼んだぞ勇者牛よ、頼んだぞ勇者牛よ。ちょっと王様、なんだよくれない気。いやでもここはな、あの王様普通に喋れるのも分かってっからな、ちょっとご利用してみるか。王様ほら、ちょっと王様、ちょっと分かってんですよ王様、お金持ってんでしょ、くださいお金、お金をください、ください、ちょっと早くください、お金ください、お金をください、早くお金を、お金くだ、おあれなんでだろう、なぜか不思議。なんで、あれ、あ、なんだ、そんなにお金あげたくないのかよ、もうしょうがないな、とりあえず町に戻ってみるか。帰ってきたのはいいけど何やったらいいか分かんないんだよな。私は初心者の人にいろいろ教えるものです。お、そういうの助かる、そういう人いると助かるよ、いろいろ教えて。わかりました。まずステータス画面を開くことができます。ステータス画面、ああこれ、ああすごいね、強さと装備と道具、へえこんなの見れるんだ。じゃあちょっと強さ見てみようかな。強さ、なんかあの最後に不吉な項目が、不
吉な感じの項目があるんですけど、あの震えって何ですかね。震えは100になると死にます。何それ、そんな項目いらないでしょ。でなんで他全部2とか4なのに1個だけ50もあんの。半分溜まってんじゃん。もううわ、もうなんだよあれ、やだ、絶対あげないようにしよう、震えだけは。ちょっと待って、震えはあれだけあるとしてどうしようか。強さじゃなくて装備見てみようかな。装備、はい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 、角と牛革は多分天然だな。うん、で僕タグついてんだ。何者かに管理されてるな。随分な家畜っぷりを発揮してるなこれは。あーそうか、まあでも一応装備品はついてると。で道具見てみようかな。道具、これはダメだろう、これはダメでしょう。何ですか、なんでかける20ってどういうことですか。めちゃめちゃ持ってますよ。肉骨粉を食べると体力が回復します。ああ薬草みたいなもんかこれ。でもさ、これはちょっともう法的にまずいんだよな。体力が回復する上に震えが10上がります。絶対食えねえよそんなの。これじゃ何、5個食ったら死ぬんじゃん僕。じゃもうダメだってこれ、絶対絶対使わないよこんなの。ねえ、ちょっとじゃあ分かった、ステータスが見れるの分かったけど、僕どこ行ったらいいか分かんないんですよ、それ教えてください。この国にはこの村とそこにあるお城とあと魔王の城3つしかありません。ってことは次に行くところがもう魔王の城ってこと。そうなりますね。レベル1だよ僕。じゃあな、出てからさ、この近辺ですげえ敵とかいっぱいつけてレベルバンバン上げるってこと。敵は出ません。敵出ないの。じゃあレベルも上げれないままボスのとこ行くの。絶対勝てないよそんなの、レベル1だもん。ああもうどっか行っちゃうんだ、ああもうどっか行っちゃうんだ。さっき見たらなんか力2とかだったよ。だって装備角だよ。これはきついな、無理があるな。でも他に行くとこないもんな。やだな、行きたくねえな。でもしょうがない、魔王の城行ってみるか。おお、なるほどね、外だね、いいね。ただもう敵が出ないっていうのがもうおかしいよな。この国結構平和なんじゃねえのこれ。意外と程よい感じで暮らしてんじゃないのみんな。まあでも魔王をやっつけなきゃいけないのか。もうあっちの方に魔王の城っぽいの見えるもんな。そこ行くのか。でもこのまま行くのもな。ああ、ああなんだあれ、わわわわわわ、すごいの見っけた、すごいの見っけた、すごいの見っけたよこれ。これいいよ、すごいよこれ。じゃーんじゃじゃーん、すごい、これ宝箱でしょ。やった、宝箱見っけちゃった。ってことはこの中にすげえいい装備とかきっと入ってんだな。やったね、楽しみ。これがあれば魔王に勝てんのかな。よいしょっと、上げてみようっと。ビャーンビャビャーン。
中に入ってみよう。なあ、やだな、何も出ないといいのにな。わあ、何事もなく玉座まで来れちゃったよ。もはやこれ何ゲームだか分かんねえな。玉座来ちゃ、玉座だってここも最後のとこじゃないの、マジで。レベル1のままほんと来ちゃったよ。どうすんだよ、もう嫌だな。はっ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 は。わあ、なんか声がする、嫌だな。これボスとか出てくるのかな、魔王かな、嫌だな。はっ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 。これで来るしかなかったんだよね。もう戦わなきゃダメなのかな。当たり前だろう。まあ正直わしめちゃくちゃ強いけどね。本当やだな、もう勝てるわけない。変な槍みたいなの持ってんじゃん、だってもう強そうだもんそれが。お前との勝負の方法はな、こいつで決める。いでよ、勝負くじ引き。超ゆっくり変なの来た。ものすごいゆっくり来たなこれ。何勝負くじ引きって。いいか、ただ戦うだけじゃつまらんからな。この中にはさまざまな戦いの方法が書いてある。引いた戦いの内容でわしとお前は戦うことになる。それ怖い内容とか入ってる。そうだな、剣で斬り合う、槍で突き合う、何かを口につけて噛みつき合う、いろいろあるな。なんかわかんないけど最後のやつだけは絶対嫌だな。さあさっさと引け。これ引かなきゃいけないの。まあしょうがないのかこれ。でも剣で切り合うとか槍で突き合うとかも全部絶対嫌だもんな。あの、もう体すっぽり入っちゃうんだけど。大丈夫、それでもいい、取ってこい。もう嫌だな、怖えな。まあ取った、これ。おお、取ったな。よし、それよこせ、わしによこせ、わしよこせよこせ。ああ、じゃんけんか、勝てるかもしれない。あはは、お前バカか、勝てると思ってんの、お前じゃんけんで。お前さ、牛だよね。手見てごらんよ、手。それ、ひづめだよね。チョキしか出せないんじゃないの。ああ、しまった、チョキしか出せないのか。お前、卑怯だぞ。もう今更言ったってダメだよ。お前が引いちゃったんだからね。じゃあ行くぞ。せーの、じゃんけんぽん。僕、パーしか出せなかった。おお、やった勝った、やった、魔王に勝った、やった、これで現実の世界に帰れる。よかった、勝ててよかった、本当に。あーよかった。あれあれあれ、うわー、なんだこれ、なんだなんだ。あ、もしかしてこれってあのロールプレイングゲームでよくある一回倒したボスが変身とかして超強くなるパターンだ。マジかよ、もうやだよ、強いのとか絶対嫌なんだって、勘弁してよもう。あーやだ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 。特に変わってない。バガメ、変身はこれからだよ。ブイーンブイーンブイーン、ブイーン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 。おお、なんかすげえ回ってる、なんなんだなんだ。ブイーン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 、ガキーン。ああ、なんか合体してでっかくなった。
なんか出してるよ。怖えよ、超でけえよ。あ、もうこうなっちゃったらな、俺は超無敵なんだよ。もう絶対じゃんけんなんてしないしね。あ、くそ、もうじゃんけんしてくんないのか。もう女どうやったら勝ったらいいんだ。その勝てないよ、そんなの。まあお前もよく頑張ったから、私の弱点を教えてやるか。私はな、一度合体したら無敵だけど、もう一度この合体を解かれたら、その時は消滅するしかないんだよ。まあ絶対ひっぺかすことなんか無理だけどね。じゃあ何、あそっかひっぺかせばいいってこと。ただもうひっぺかしようがないもんな、あれ。どうしよう。ああもうなんか、あ、この棒とか、この棒とか使ってみようかな。これ使ってなんとかなっかな。あ、そんな棒じゃねえ、何にもできませんよ。ああもうどうしよう。あ、おい、何してんだ、何してんだ、おい、やめろやめろよ、何してんだよお前、やめろって。ああやめろやめろやめろ、ああやめ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 ろよ。あ、やったー、今度こそ魔王倒したー。やった、倒した、よかった。これで僕やっと現実の世界に帰れんのか。あーよかった、これで一安心だよ。あ、でもそういえばお姫様がいるみたいにしたな。一応探すか。まあどうせビジュアルはカエルなんだろうけどな。そこのところは分かってるけど、まあ一応探しとくか。お姫様、お姫様。気持ち悪い。よかったよかった、これ現実の世界に帰ってこれたんだ。よかった、現実の世界に帰ってこれた。やっぱり現実の方がいいよ、本当に。気持ち悪い。